何も聞いてないね。爪の甘さをめちゃくちゃ実感したんですよ。失敗だらけのポップアップ、だからこの辺の想定が甘すぎる。だからこれが結局さ、無責任というか他力本願なんだと思うんだよね。こういう昨日のポップアップの反省点、結論で言うと準備不足だったっていうことじゃない。何が一番うちの中で悔しいかって、最後まで入れなかったことが一番悔しいんですよね。途中離脱の理由とは。ちょっと待ってくださいね、 Wi-Fi 切れちゃった、ごめんなさい。定期用の20本持ってくるの忘れちゃってて、はい、マジか。でいいやって思ったね。ライトとかあった方が良かったね、なんか暗くない、なんかつきそう。失敗続きのポップアップ開始から2時間半が経過し、お餅はここで離脱。ごめんちょっと今のさ、最終 中間経過欲しいな、在庫の。 OK、 今在庫、そう、もともとこれディスプレイ用で置いてあったんだけど、まあ、あまりにも結構早く売れたのでディスプレイ用も今販売してて、もともとシャントリーボディ 100mm 10個持ってきたところを15個に在庫変更してて、あと残り4つで。目標にはあとどれくらいなの？目標、とりあえずそのなんだっけ、シャントリーボディ 400mm 1本とミストがあと 1,2,3 と9だから12本。定期は？定期はあと18件です。今2件決まった。2件決まった。何時間あと？2時間でしょ。結構きついね、このペースだと。ちょっとまずいね。店頭分はほぼ完売だが、定期は2件のみ。こんばんは。そこ引き継ぎだけ頼みます、うん、でも今1件やったもんね、定期で。うん、OK、うん、だから多分流れ1回分かってるとは思うので。で、まあ一応分かんなくなって、お餅が担当していたレジ業務を瀬名に引き継ぐ。お客様控えいらないとか、それぐらいかな。ああ、あとなんかたまにこれ待って、普通のもこっちから1回か2回取ったかも。こっちがどんくらい定期分かちょっと分かってないよね。4本取ったかも。ちょっと何本とか覚えてない。あ、そしたらもうあれだわ、在庫フリー在庫完売してる。 OK、 フリー、あ、100ミリフリー在庫ないです。もうしかしでもマジで間に合わねえわこれ。22分かかんないのよこっから。あとなんかこれ適当に使ってください。はい、お疲れっす。あとお願いします。お願いします。すいません、行ってきます。時間がなく十分に引き継ぎができなかった。あー、大丈夫だとは思うけど、引き継ぎ自体は不十分だと思うけど、ここからはまあやるしかない。不安とかじゃないけど、まあ、ひどいよね、その現状が。だって誰も何も把握してないのも、在庫とかもさ、ちゃんとこっから出すとかっていうのも認識できてないから、僕も今知った事実がたくさんあるから、だから不安っていうか、多分この後も事故る可能性あるけど、もうやるしかないなっていう。だからお客様に迷惑かけなければ OK っていう認識かな。そしてその後。あー、待ってました。もちこいなくなっちゃった今。もちこいなくなっちゃった。すれ違いでお餅に会いに来たお客様が来店。お会計現金とカードのみになるんです。現金かカードになるんですけど、現金でありがとうございます。だがやばい、多分もう、え、やばい、100円だもん。え、これ絶対無理。うん、え、僕は見た時にはもうなかった。いや、僕の財布から出してるんだけど、もう管理できないよね。しかもラオス、ラオス、10円玉あります。10円玉して、あと、そして両替にちょっと行ってもらってもいいかな。それ終わったらお客様が多分なんか買わないとだ。でも買いに行こう。あと20円。すいません、お待たせしました。ありがとうございます。80、え、ラオス今いくら入れたんだっけ。450の480入れてて、ラオスが30円。レジ金がずれるわ。ずれるね。一番気持ち悪くなっちゃう。でもこれひどいよ。不備だらけの現場に不満を漏らす。でもさ、モッチずっとここやってたんだから、レジ金もさ、お釣り足んなくなるの分かるじゃん。やばいって、お釣り、釣り銭足りてないって。
照明やお釣りの問題などがありつつ、なんとか2時間3人で営業を進めたが、撤退準備中ある問題が。いやすごいよ、めちゃめちゃすごい。あ、もうマモです。ギリ間に合ってます。間に合ってます。大丈夫です、間に合います。撤退準備中にお客様来店。そもそも告知もさ、違くない？7時半までじゃない？撤退を考えたら。なんかそこら辺がちょっとあやふやだよね。施設の予約時間が8時までにかかわらず、撤退時間は考慮されていなかった。このような状況についに瀬名が怒りをあらわに。引き継ぐならさ、引き継ぐでこういうの全部引き継がないとさ、だからこの辺の想定が甘すぎる。全部のこんなん最初から想定できるわけじゃん。途中で自分がいなくなるってなったら、うん、確かに。だからこれが結局さ、無責任というか他力本願なんだと思うんだよね、こういう。確かにね、想像力がないというか。本番これがあったらやばいもん。そんなお餅を松葉ラオスは、まあやっぱ案の定こんな風になったね。まあまあまあ、でも進化はしてたと思う俺。あと多分ね、 これもできてないもん多分。そうだっけ。進化してる。いや進化してる、進化してる。えでこういうのは得意じゃん、もちこ、まあね、俺まず2時半集合の。えこれ何時から帰るの。いや違う、ね、もう2時半集合の時点で終わってる。それがもうそう、2時半からじゃなきゃだったら分かるけど、2時からと帰れるんだったら最低1時間前にはもう、うん、でもてか誰も何も把握してない状況での集合して、はいオープンですがやばい。実はこの日とりあえずでも昨日準備したから、それは全部出したでしょ。スタートは3時からだが、時刻はすでに2時20分。あとはだから、僕がずっと言ってたのは、そのライトのやつとかも結構致命的だと思ってるけど、僕はプロセス介入今回一切しないっていうのが、結局そうじゃん、え電気どう思うっていうのでさ、それ自分で判断してやんないと、一個一個やってたら松葉君のせいにしてるわけじゃん、もっちゃんの方は。自分で反省できないの、ああいう状況だと。だからプロセス介入しないで、お客様に迷惑かかんないことだったら事故だと思わないから、別にライトないとか言うても許容できるから、蓋を開いてダメだったら全部指摘するっていう、その辺はちゃんと言わないと。まあもちろんね、やっぱ焦ってやることもあるからね、やっぱね。だ結局自分のね準備に追われちゃったから、このガチャ、まあね、ガチャもさ追われちゃってたよね。準備不足は全て今回のポップアップを一任されたお持ちの責任。今日の学びを次につなげるため反省会が開かれた。レイマンとの方々使ってくれてんのかな。使ってくれてるって言ってたよ。しかも昨日もちょうど桑田さんがこのシャンプーはやっぱすごいっていう LINE をいきなりくれたのと、自分のファンがまたその髪質もそうだけど肌質改善されたって言って、うん、いやめっちゃ嬉しいですっていう LINE してたもん。すごい、じゃあめっちゃ受けてるんだね。いやめっちゃ受けてるよ。令和の虎の皆さんもめちゃくちゃ受けてるし、そのファンの人たちも喜びを本人に伝えてくれてるから、僕にもちゃんと声が届いてるっていう。うち昨日のポップアップの、うん、反省点、まあ、反省点からじゃあいきます、うん、反省点は今回その結構自分でやっちゃってて、うん、みんなに頼あんまり頼らなかったっていうのと、共有が全然だからできてなかったっていう部分が、うん、まあ、一番今回ぐだる原因だったなって思ってて、うん、で、まあ、それの一つとしてそのリスト、その必要なものリスト、今回よりも規模が大きくなるからより、うん、なんか細かいものとか必要になると思うから、事前にリスト化したのをみんなにも共有して見てもらって、その漏れがないようにしていく、うん、あとその一人一人の役割分担を決められてなかった部分が、まあ、みんなにもじゃあ俺何やっていいのっていう指示を出せなかったのも結構、まあ、自分の中で反省点ではあって、うん、反省点というかそこまで見れてなかったっていうのが事実としてあります、うん、役割分担とかをしっかりしていきたいなっていう、まあ、指示を出すっていう部分が私は全くできてなかったと思うので、そこをちゃんと
2月のポップアップではやっていきます。整えたい、ね、うん、あと役割分担のところか、あの写真どうとかも、うん、そうだね、そうだけど、そこが超お客さんを待たせたから、うん、それ実際それむずいよな以外は全部、うん、正味許容できるというか気づきになったけど、うん、実際のお客様に迷惑をかけたはファンって言ってくれてる方だから強したっていうだけで、うん、準備不足っていうのが全部そうなんだけど、うん、もう当日のタイムスケジュール感がやっぱあれだよね、ギリギリというか、うん、で2時半集合とかでしょ、だからそれをオフィスに例えば1時集合にして、うん、全部もう元々詰めてたものを最終確認して臨むとかもそうだし、うんうん、あとは終わり、あれ8時終わり、8時終わりってなったら、うん、多分元々8時までじゃなくて、うん、7時までとか7時半までじゃないと、うん、っていうところの読みの甘さっていうのはあったから、うん、全部をちょっと、まあ、前回のさ倉庫の時とかもさ、けど結構、まあ、僕ら全員の課題だけど、うん、もっとそもそもの時間設定を前もってすることと、うん、そのタイムスケジュール、タイムテーブルをちゃんと引いて共有しないと事故るなと思ったから、うん、ちょっとそこだけちゃんとしてほしいな。今回結構自分がなんだろう、爪の甘さをめちゃくちゃ実感したんですよ、ポップアップに対して。頭の中ではこれがああでとか、それを実際に書いてとかやってたけど、やっぱり実際のあの場所に行ったら全然想定できてないことが多かったっていうのは自分自身も感じてる。うまくいかなかったってことで、うん、悔しいですか？めっちゃ悔しいし、何が一番うちの中で悔しいかって、最後まで入れなかったことが一番悔しいんですよね。責任者のお持ちがポップアップ中に抜けた理由とは、本当2時間半ぐらいしか私はポップアップに入れないんですけど、まあ、準備とかはそれなりにちゃんとしてきたつもりでもいるし、帰ります。今日はあのみくるさん、朝倉みくるさんと会長と会食があって、でまあこれは外せないっていうか、私的にはその自分がポップアップのその責任者でやってる以上、ポップアップにいたいっていう気持ちがあって、自分がやらなきゃいけないと思ってたんですよ。でそれを瀬名君に相談したんですよ、私。お疲れ。お願いします。すいません。まだ次の仕事大事だから別にいいけど。じゃあ責任者お願いしてもいいですか？みくるさん、会長との会食のためポップアップを途中で抜けたお持ち。それはいろいろ瀬名君とも話した上で優先順位どっちにするかっていうので決めたところではあるけど、やっぱり最後までちゃんとやりたかったっていうのはあります。僕的には今回の、まあ、プレポップアップ目的は何が足りないかを知るためだから、そこの点数をつけるなら100点でいいと思うのね、何が足りないかを知る。ただそれでも想定し得たものがたくさんあったなっていうことで、そのプレポップアップ自体のクオリティは僕からするともう20点だったから、これが次最低80点につなげて、その後多分ポップアップ今後回数重ねるから毎回90点以上のクオリティで満足してもらえるようにしていきたいっていう感じでお願いします。まあ総括すると、まあ、準備不足っていうのは、うん、むしろ、まあ、それを補うための、うん、てかそれを知るための機会だったから、うん、全然僕は OK だと思ってて、20点に対しては全然納得できます。まあ、さっき瀬名くんからもらったように、いろんなポップアップを見に行って世界観を作り込むのが一番不安なんですよ今、正直。だからそこのなんかまあ下調べじゃないけど、そういうのをちゃんと自分の足使っていって、この準備とかに関しては今回のポップアップで結構足りないものとかもちゃんと出せたし、今現状あるものはあるもので引き続きやるっていうのと、まあ、規模が大きくなるから多分もっと必要なものは増えると思うんですけど、1ヶ月半ぐらいでやるところはそこです。いろんなところを見てなんかちゃんと図にするっていうか、なんだろう、
全員がイメージできるように持ってくっていうのが必要だなと思いました。この経験を次に生かす。2月14日から2月20日渋谷モディにてテレサのポップアップストア開催。実際にシャントリボディを手に取っていただき、香りも体験していただける場となっています。さらに新商品の候補臭トリートメント、オクトリートメントの先行販売や来場者限定のノベルティやガチャもご用意しています。企業リアリティショーから生まれた新番組、ニュータイトル。男女7人が4泊5日の共同生活の中で過酷なミッションをクリアするブラック企業のリアリティショー。すべてを投げてでも勝ちたいっていう覚悟を伝えたくて。台本は一切ない、リアルな5日間に密着。終わった終わった終わった。その時々で正しい判断ができなかったと思うし。最後に勝ち残る一人は誰になるのか。ニュータイトル1月5日金曜日夜7時 YouTube で放送開始。